皆さんこんにちは、杉村萌実です。前回の動画では、今年最初のガーネットのコレクションから赤系を中心にご紹介したんですけれども、赤系の方はですね、いわゆる一般的にガーネットの色として知られているものが多いんですけれども、その中でも例えば、アステリズム、スターの模様が出るものだとか、原石をそのまま使っているものだとか、あるいはカラーチェンジするもの、甲州奇跡切子になっているものなど特徴的なものが盛りだくさんなので、そちらは別の動画で見ていただきたいんですけれども、今回こちらの動画ではグリーン系を中心にご紹介していきたいと思います。グリーン系はですね、ガーネットの王様と言われるようなデマントイドガーネット、特徴的なインクルージョンがあるものとかですね、バイカラーあるいは蛍光性が出るものっていうのも、ありますので、こちらと、赤系のと2本合わせてぜひ見ていただきたいと思います。はい、では今度はグリーン系のガーネットをご紹介していきます。グリーン系も大きく分けて3つあるんですけれども、ウバローバイト、アンドラダイト、グロッシュラーという3種類に分けることができます。で、それの頭文字を、取ってウグランダイト系列というふうにも呼ぶんですけれども、最初に言ったウバローバイトというのは結晶のサイズがとても小さいのであまりカット石にはならないんですね。なので母岩についたままの状態で販売されるようなことはあるんですけれども、あとの2つはいろいろな編集があってまた面白い特徴があるのでご紹介していきます。はい、ではまず、こちら、グリーン系のガーネットといえばこのデマントイドガーネットをなくしては語れないんですけれども、これがロシア産のデマントイドガーネット、ガーネットの王様でもあり、また全体的な宝石の中でもとても重要な石の一つですね。このデマントイドガーネットというのはですね、ダイヤのように分散が高い、ブリリアンスがすごく綺麗で、キラキラとしたこのファイヤーが見えるというのが特徴なんですけれども、実はもう一つの、最大の特徴がホーステールインクルージョンというインクルージョンにあります。で、ホーステールのインクルージョンというのはちょっとタンポポの綿毛みたいなこうふわふわっとしたとても美しいインクルージョンなんですけれども、それはこのロシアのウラル産の、デマントイドにしか見られるものではないんですね。最近はナミビア産のものが流通しているんですけれども、そちらにはこのホーステールが見られないので、これこのウラル産のものこそ真のデマントイドというような認識があるかなと思います。で、私はインクルージョン好きなので、あまりそのキラキラとしたブリリアンスというのは重要ではなかったので、今回販売するものは全て綺麗にホーステールが入っているものを選んでいます。でこれなんかはですね、粒も大きいので実物を見ていただくと、肉眼でもホーステール見ることが、できます。これ動画でも撮れてるんじゃないかなと思うんですけれども、ふわふわっと繊維状のものが見えるかなと思います。で、これは18金なんですけれども、もう1点こちらの、シルバーでも作りました。デマントイドでシルバーというのはなかなか珍しいんじゃないかなと思うんですけど、デマントイドガーネット自体がやっぱり高価なものでもあるので、だいたい18金またはプラチナなんですが、私は個人的にはこういったちょっとかっこいい感じのものが使いたかったので、あえてシルバーにセットしています。これは小さい粒ですけれども、これも綺麗にホーステールのインクルージョンが出るので、こういったカジュアルダウンしたものでもちょっと特別感のある感じでつけていただけるのかなと思います。これは私も私物用に一つ作りました。はい、先ほどお見せしたデマントイドはアンドラダイトの編集なんですけれども、もう一つアンドラダイト系で、面白いものが、こちらのレインボーガーネットですね。これは見ていただくと分かるように表面にちょっと虹色の輝きが見えるのが特徴です。こちらは天川ガーネットとも別名呼ばれるんですけれども、奈良県の天川村で、取れるガーネットです。地色はちょっと茶色っぽい感じですね。この石はですね、メキシコとか日本でしか取れないので、日本人として、持ちたいなって思う石の一つなんじゃないかなとも思います。で、このタイプの石は結構カット石にするのにどうしても原石が小さいのと、この虹色をこう最大限に取るために結構裏側がですね
原石のままの状態ということが多くって、こちらは2本作ったんですけれども、ちょっとその、足りない部分を埋めるような感じで、ちょっと虫歯みたいな感じで、補強しているような感じで作ってみました。ただそれが一つのデザインポイントになって、私はちょっと可愛いなと思っているんですけれども、これもですね2個しか作らなかったけど、私も自分で欲しいなと思う、リングの一つです。はい、続いてこちらがグロシュラーガーネットです。こちらはですね、実はバイカラーになっていまして、同じグリーンの濃淡で一つの中でグラデーションが楽しめるピースです。で、腕の部分は新しいデザインなので、このように、ショルダーの部分に彫りを入れました。で、このタイプの石はですね、もう一つ面白い特徴があって、ちょっと明るいところではわからないんですけれども、 UV に反応します。なのでこれをもうちょっと暗いところで、UV ライト当てるとピンクオレンジっぽい感じに蛍光します。そういった特徴もあるのが、ガーネットの面白いところかなと思います。でから、こちらはシルバーで作ったグロシュラーのリング。これはもともとフローリストのリングのデザインなんですけれども、ダイヤだった部分を、このようにガーネットに変えて、ちょっとオリーブっぽい、雰囲気を意識して作ってみました。グロシュラーガーネットはですね、サボライトという名前を聞いたことがあるかもしれないんですけれども、ケニアの、国立公園の名前を取ってサボライトと呼ばれるものがありまして、グリーンのグロシュラーの中でもそちらの産地で採れたものをサボライトと呼びます。これサボライトですね。で、その他にも同じグロシュラーの中でも、このように本当にエメラルドに見えるような感じの、透明度の高いグリーンのガーネットもあれば、こちらは三つ葉のリングにセットしたものですけれども、サイドの、いつもメレダイヤを入れているところもグリーンガーネットを入れた、こんなものも、作ってみました。あと、グロシュラーガーネットというのは実はグリーンだけではなくてですね、こちらのヘソナイトガーネットもグロシュラーの編集なんですね。このメープルっぽいブラウンが特徴なんですけれども、光を通した時にちょっとキラキラっと明るいオレンジに見えるのがすごく綺麗だなと思います。なんかウイスキー、私はお酒は飲まないですけど、ウイスキーみたいな感じですね。こちらは、2つの、形で、2本作りました。そして最後にご紹介するのが、マリガーネット。マリガーネットというのはですね、グロシュラーガーネット、それからアンドラナイトガーネットの中間になるんですけれども、マリガーネット実際この私今回こうイエロー系で集めてみましたけれども、他の色もあります。今回はこういうイエローで集めました。で、私普段イエロー の宝石って使わないんですけれども、このマリガーネットを落ち着いた感じにしたいなと思ったので、最初からもう石沢プラチナ、腕は18金というふうに決めていました。で、今回ちょっとこのように新しいテクスチャーを入れてみたので、黄色い石なんですけれども、すごく、落ち着いた感じに使えるんじゃないかなと。普段黄色い石を私もつけないですが、これだったら使いたいなと思うような、リングになりました。お名前がマリさんという方がいたらですね、ぜひ使ってもらいたいなとマリガーネットを見るたびに思うんですけれども、こういった編集も、あります。いかがでしたでしょうか。このようにたくさんの色のガーネットをご紹介してきたわけなんですけれども、もしかしたら石が好きな方だとね、全色コンプリートしたくなってしまうんじゃないかなと思いますが、そうでなくてもガーネットのことをよく知らなかったという方にとって、ガーネットを知るきっかけになったり、あるいはガーネットのジュエリーを身につけてみたいなと思ってもらえたら、とても嬉しいです。今年はですね、まだまだウィズコロナ時代ということで、コロナが収束していないので楽しいことばかりではないんですけれども、やっぱり綺麗なものを見るとね、とても心も綺麗になるなとは毎日一生眺めていて思うので、天然石やそれからジュエリーを通して少しでもね、プラスになるようなことを今年も発信していけたらいいなというふうに思っています。